お花紙で作る松竹梅、梅の作り方です。おしべは黄色い紙を細く切って作りましょう。シュレッダーバサミを使っていますが、ハサミで切っても構いません。全部切らずに途中まで切っておきます。これを端をつけて切り離し、何本かまとまった状態でちぎっておきます。お花紙は半分に折った後、5等分の屏風折りにします。折った時の長さが2対1になるようにして、ここから屏風折りにしていくと5等分の屏風折りができます。これを縦半分に折って2つに切ります。それをさらに半分に折り、端は丸く、真ん中は三角に切り落とします。半分に折ったワイヤーにおしべをまとめて引っ掛けます。それをお花紙の真ん中に引っ掛けて、ぎゅーっとワイヤーを引っ張ってからねじります。おしべの部分を引っ張り出し、切り揃えておきます。それから花びらを屏風折りの折り山を潰すようにして開いていきます。一番端の花びらは半分に切れているので、ようじや綿棒の先に少しだけのりをつけ貼り合わせます。おしべの形を整えてぎゅっと押し付ければ出来上がりです。5等分の屏風折りは型紙を使うととても簡単にできます。型紙の作り方は一発屏風折りをご覧ください。八重咲きの梅の花を作ってみましょう。花びらの先をのり付けする前に2枚重なっているお花紙を分けていきます。端の半分になっている花びらは1枚ずつのりをつけて貼ります。これで形を整えれば八重咲きの梅の花の出来上がりです。おしべもお花紙で作ってみました。4分の1ぐらいに裂いたお花紙を細くまとめて半分に切ります。これを半分に折ったワイヤーに引っ掛け、お花と一緒にキューッと絞り、ワイヤーをねじります。おしべを引き出して長さを切り揃えたら、できるだけ細く裂いておきます。あとは同じように作り、形を整えたら出来上がりです。お好みの作り方でたくさん作り、松や竹と一緒に飾りましょう。背景も工夫して、いろいろな飾り方を楽しんでみてください。